福本敦氏は、千葉県茂原市出身の元プロ野球選手。小学生の時に、本納めパワーズで野球を始め、中学時代は、市原シニアで野球を続ける。私立船橋高校に入学後、1年生でレギュラーをつかみ、2年時に、夏の千葉県大会ベスト4、首相を務めた3年時にも夏の千葉県大会ベスト4で、甲子園出場経験はなし。 高校通算20本塁打。同期に横浜 DNA ベイスターズの臨床班、に学都市下に、大学でも後輩となる北海道日本ハムファイターズの村田和也がいる。大学は、東都の中央大学へ進学。入学と同時にメンバー入りを果たす。2004年秋リーグで初めて規定打席に到達。5番、1塁で8打点を挙げ、 51期ぶり24回目のリーグ優勝に貢献した。共にクリーンアップを務めたのがの新田元気、亀井義行エースは相田裕二だった。2005年春に副賞に就任し、ベストナインを一類主部門で獲得。秋リーグはアジア大学との一部二部入れ外戦に連敗し、二部降格で引退。自身は第2戦の7回表に反撃の,のろしを上げる。 ソロ本塁打を放ち、リーグ戦でもなかった、本塁打で意地を見せた。東都大学野球リーグ戦、通算68試合出場、207打数52、安打、三32打点、打率、251、合投類。2006年、社会人野球からのオファーに応じず、大学に残る。大学卒業後は一度野球を辞めるが、2007年1月に、ノムベースボールクラブに入団。 同年の全日本クラブ野球選手権大会で、首位打者を獲得し、関東賞を受賞。決勝戦では、9回西から北の秀也の、ノーヒットノーランを阻止する安打を放った。また西近畿代表決定戦では、自身初となる3試合連続本塁打を放ち、大阪府野球連盟より MVP を受賞した。野もベースボールクラブ時代の公式戦通算成績は52試合出場。 203、打数68安打、打率、335、8本塁打、28打点。2008年のドラフト会議において、読売ジャイアンツから、育成ドラフト4巡目で指名された。11月16日に支度金200万円、年俸240万円で、仮契約。巨人時代入団1年目の2009年から2軍の試合に出場し、2010年は、 主にフューチャーズやシリウスで試合に出場し、好成績を上げる。内野手ながら内外野の全ポジションを守れるため、外野での出場も多かった。また、フューチャーズ首相にも任命された。2011年5月23日、支配下選手登録が発表された。2012年、イースタン春季教育リーグで10打数5安打、打率500で首位打者となった。 NPB に入ってからは、初めての首位打者。巨人時代のイースタン公式戦通算成績は181試合出場、415、打数106安打、1本塁打、35打点、打率、256。2012年6月13日に、久米勇気、立、岡総一郎との交換トレードで、レビロメロと共に福岡ソフトバンクホークスへの移籍が決定した。 移籍直後よりウエスタンリーグの試合に出場し、同年7月の月間打率353をマーク、ファームの7月度水の月間 MVP に選出される。その活躍が認められ、8月7日に初めての一軍昇格を果たした。シーズン中に2回一軍に昇格し、出場はダイソーでの1試合1得点に止まったが、2軍では41試合で打率。 306、オプス、724と安定した成績を残した。2013年は開幕後2軍で好成績を残し、セパ交流戦期間中の5月15日に1軍、昇格。同日の対広島東洋カープ戦で、プロ初先発出場、初安打を記録した。また、プロ3試合目の出場となる5月17日の対、阪神タイガース戦では2回に、 左前適地打を放ち、プロ初打点を記録し、また、再三の講師もあり初めてのヒーローインタビューも受けている。10月26日に戦力外通告を受けた。戦力外通告を受け1週間が経った11月3日には、Facebook ページ上で現役引退を表明した。12月12日には、関東地方担当のスカウトに転身することが、球団から発表されている。 スカウトとして初めての担当選手は中大の後輩である島袋洋を進む。2015年からは中国四国地方担当スカウトを務めている。内外野の全ポジションを守れ、かつ堅実な守備が売り、打撃フォームはシーズン中でも試行錯誤を繰り返し、2013年は2ストライク後に低くコンパクトなフォームに変えて打席に立っている。同期入団の山本和作や、 中、沢広本とは共に、巨人から移籍先のチームで同時期に活躍したこともあり、刺激を受けている。特に育成ドラフト同期の山本とは同じ境遇を過ごしたこともあり、山本のプロ初アーチが決勝弾となった日には、祝福のメールを送っている。また自身とのトレードで巨人に移籍した率、岡総一郎も福本が一軍で初安打を打った日に同じく一軍初安打を打ち、 ヒーローインタビューを受けるなど奇妙な絵がある。中学の時はバンドのボーカルでグレーをコピーしており、2011年から現役引退するまで本拠地でのテーマ曲はソウルラブであった。ありがとうございます。